お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今日はですね、リーグの振り返りをですね、やっていきたいなと思います。というわけで、まあなんで今日はね、おしゃべりメインで、はい、ということなんで、まあプレイはね、まあ一応流しながらなんでね、ぜひ、見てもらえると嬉しいですけど、お話をね、聞いてもらえるとより嬉しいかなと思います。ということでですね、まあ、一年間ね、リーグ、まあ、一年もないか、半年ちょっとぐらい、4月から今年もまあやってきたんですけど、まあ、一年ですね、一年振り返って。なんで、まあ、まずは、皆さんって言いますか、応援、してくださった皆様、ありがとうございました。というわけで、最後の最後ですね、まあ、勝てず世界大会行けなかったっていうのは、ちょっとね、まあ、僕自身すごい悔しいですし、皆さんにもね、すごい申し訳ないかなというのはすごい、まあ、あるんですけども、本当にね、最後までありがとうございました。ということで、まあ、そうですね、まあ、シーズン1から順にね、いろいろ、まあ、生活がどんなんだったとか、まあ、誰がどうだったとかね、ちょっとね、いろいろ、まあ、その個人、まあ、いろいろあるんでね、あんま言えるかわかんないですけど、ほどほどにね、いろいろね、言いつつ、というわけで、シーズン1、そうですね、僕、去年がね、ファブゲーミングで、今年からポノスに入らせてもらって、まずはシーズン1を迎えたわけなんですけども、まあ、そうですね、シーズン1、いや、むず話すの、シーズン1、まあ、まずは優勝できたっていうので、一応ね、シーズン2は勝てなかったんですけど、シーズン優勝っていうものをすることができて、まあ、とりあえずめちゃめちゃ嬉しかったですね、あれは。優勝した時、よっしゃーって、もうね、なんだろうな、喜びすぎて、なんかね、逆になんかね、なんか、なんて言うんだろうね、もう、嬉しすぎて、もう声が出ないっていうようなもんね、めっちゃまずは嬉しかったですね、優勝したんだっていう。のがね、ありましたけども、まあ、逆に優勝したからこそシーズン2がね、すごい悔しかったっていうのはありますけど、まあ、僕自身優勝したことなくて、今回、まあ、シーズン1ですけど優勝できて、まあ、すごい良かった。そして、まあ、ラッキーなことにね、MVP でも選ばれて、おととしもなんか、焼き鳥と 2V2 の MVP をもらって、そして、まあ、今年も、まあ、最後は個人かなの MVP ももらってっていうので、まあ、シーズン1いろいろ、まあ、ラッキーなことに、まあ、優勝からの MVP というので、まあそこでね、いやそこでねってなんもないですけど、まあ、それはねすごい良かったんではないかなと思いますね。でも今年から韓国生活だったんですよね。去年はまあ、日本で試合があったり、台湾で試合があったり、韓国で試合があったり、バラバラだったんですよね、開催地が。だから、まあ、基本的に日本に行って、少しの間海外行ってっていうのをしてたんですけど、今年はまた違って、ずっとね、韓国で試合があるっていうので、もう韓国に基本2ヶ月生活をするっていうのだったんで、もうまずそこがね、根本的な生活がまた違ったっていうのが、少しね、苦しいところではありましたね。なんで、まあ、当たり前なことがやっぱできない環境。というか、常識、なんだろうな、当たり前、それはまあ、自分たちがね、今までいなかったところでずっと住んでるんで、まあ、若干ね、不便なこととかもありますし、まあ、一番不便なのはやっぱ食事ですかね。皆さん当たり前のように、普段ね、これ今日食べたいからこれ食べようとか、まあ、親が作ってくれる方もいるでし、少し一人暮らしだったらね、自分で作ったりもとかもあると思うんですけど、自分で普段食ってる食い物が、まあ、食えないと言いますか、まあ、食えないことはないんですけど、やっぱ国がね違うんで、ご飯出かけた時もちょっとね、自分たちが食いたいものもないしみたいな、まあ若干あると言いますか、まあ食はちょっとね苦しかったですね、この韓国生活。これマジで経験してみてほしいですね。 マジで、まあ、おすすめはしないですけどね。2ヶ月間、違う国で生活するっていうのはね、鬼辛いですね。しかも、食事だけならね、
いいんですけど、やっぱり共同生活っていうのがね、これまたね、まあ言ったら常識ではない生活といいますか、まああんまり軽減できるようなことではないっていうのはね、すごいありがたいことなんですけど、その、まあ、僕らは、選手5人の部屋と、あと監督とね、マネージャーの部屋に置かれてたので、まあ言ったら5人でね、ずっと、同じ部屋で、同じ建物、同じ、まあその、5何号室っていうので生活してはいたんですけども、もちろんね、その部屋には何部屋があるっていう感じなんですけど、まあみんなでね、生活もね、やっぱ楽しいっすよ。これがね、これがまた楽しいんですよ。それはもう、だってみかんさん、僕、こた、ライキさんとあと天狗と、みんなでこう、生活して楽しくないわけないんですよ。まあ楽しくないわけないんですけども、楽しいだけじゃね、やっぱないっていうのはね、その、ありますね。その、まあ言ったらなんだろうな、別に。楽しいんですけど、やっぱ一人の時間が欲しくなるもんなんですね。まあ、それは人によるかもしんないんですけど、それがまた。全然、もう全然一人じゃなくてもいいみたいな人もいるとは思うんですけども、やっぱね、ずっと、まあ、ずっとこうみんなと一緒にいると、やっぱね、ちょっと息苦しくなると言いますか、まあ、若干こう日々ね、こうすれ違いとかもありますから、少しずつね、ストレスとかも溜まっていくっていうのがね、まあ、若干、あってね、それをこう2ヶ月やって、まあ、1回ちょっと間挟んで、また2ヶ月やって、っていうのが、まあね、その、まあ僕はね、まあ、若干まあ得意だった方かもしれないんですけど、まあ言うてね、今後もこれしていくってなったら、いやーってなっちゃいますね。まあ全然、楽しい部分もあるんでね、もちろん全然いいんですけど、やっぱね、そういった、その生活の部分がね、ちょっと大変だった気がしますね、韓国生活ずっとは。まあそれ以外は全然、はい、大きな気になることとかなかったですけど、っていう感じですかね。シーズン1、まあシーズン2もか、それも結局。まあシーズン2、シーズン1通して、かな、まあシーズン2はプレイオフで最後負けちゃいましたけども、2v2 ね、シーズン1結構成績ね、その振るってたんですけど、シーズン2全然勝ちきれなかったのがね、ちょっと、自分的にも悔しいですし、まあ、その、ライキさんにもね、すごい申し訳ないっていうのがやっぱありますね。自分とペアずっと組んでもらっていて、っていうのがね、ちょっとまた苦しいですけどね。まあまあ、それはね、どうにもできないですけども。はい。というところで、まあ、リーグはそんな感じですけど、世界大会行けなかったって言っても、シーズン1優勝してね、WCG っていう、まあ言ったら、世界大会。まあ、プチ世界大会。みたいなのにはね、行けたんで、まあそれはね、すごい思い出深いことだなと思ってますね。海外の有名な選手ともたくさん会いましたし、まあ話はね、そんな、まあ若干、なんかにわかで話したとかですけど、まあ若干の、まあ軽い世界大会を経験したんでね、まあ良かったとは思うんですけど、やっぱね、結局最後の最後のこの大舞台の世界大会に出たかったなっていうのはね、まだありますね。なんで、まあ、今年どうなるか分かんないんですけどね。来年またあるのか分かんないんですけど、まあ、あってほしいですね。あってほしい。もうあるから、あるならこそ、もあるならば絶対出たいですね、僕としては。はい。全然、もうやめるとか全く思ってないんで、プロリーグがまだ続くのであれば、はい、来年も、その先もずっと、やっていきたいと思いますね。まあ去年、また去年と今年の振り返りというか、まあ違いみたいな感じだと、まあ去年そうだった、僕大学生だったんで、大学行きながら練習して、またその週末には海外行ってみたいなだったんですけど、やっぱね、そっちの方がちょっと楽でしたね。やっぱ日本っていうのが、その移動がやっぱ大変かもしれないんですけど、ずっと韓国っていう方がね、きついっすね。これマジ経験してみてください。経験できることじゃないですけどね。はい。というところでね、まあ、普段こんな経験できないですからね、みんなと一緒に生活して、こう、基本ずっとゲームして、で、まあ試合っていうものがあって、で、みんなでそれを、まあ喜んだり、悲しんだり、そう、まあ言い合ったりとか、そう、すれ違いとかありますけど、まあ、こんな経験多分ね、一生でできる人ね、まあ、ほとんどいないと思うんですよね、僕的には。まあ、それをこう、させてもらえてるっていうのはね、すごい、
まあ、ありがたいことだなと、まあ、思いますね。なんで、まあ、ぜひ多分、僕の YouTube 見てる方でわかんないですけど、まあ、プロね、多分目指してる方は、絶対何人かは、ね、いると思うんですよ。なんで、僕としては、ぜひ、目指してるならばもうね、なっていただきたいって言いますか、こう、ね、なんだろうな、絶対いい経験だと思うんですよね。その、言ったら海外とか僕は行ったことなくて、初めて、このクラロワで初めて海外にも行きましたし、まあ、プロになって、まあ、いろいろ変わったって言われたら、全然わかんない、わかんないかな。どうだろう。って感じですけども、やっぱその、経験がすごい、こんな経験絶対できないから、ね、人間死んだら終わりですし、だから最後死ぬ、なんかいろいろやっとかないとっていうのはね、まあありますし、楽しいですし、結局はね、やっぱ楽しいのが一番ですかね。大変ですけど。大変なものもありますけど、結局大変な、その大変をね、乗り越えて最後ね、こう、まあシーズン2では成し遂げれませんでしたけど、シーズン1でね、そう優勝できた時はもうその大変とかね、全然、なんだろう、そんな関係ないですからね、そんな、なんか、もう圧倒的に嬉しい、よっしゃ、もう成し遂げたっていう方がね、大きいんでね。ぜひね、プロ目指してる方はね、なっていただきたいというか、もう、はい、なれるようにね、頑張りましょう。僕もね、来年絶対なれるかどうかわかんないね、言ったら。目標あるなら、皆さんもね、ぜひ目標に向かって頑張りましょう。一緒に。はい、というわけで、まあ、喋るのむずいんですよね。プレイする方が圧倒的楽ですね。はい、というわけで、まあ、リーグね、とりあえずお疲れ様でした、皆さん。まあ僕らですか。はい、応援もね、本当にありがとうございました。デスパセルさんもね、運営とかいろいろね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。というところで、まあ来年ね、リベンジ、そろそろ世界大会、まあ、1年目、プロ1年目で、プロなる前に世界大会まず行けなくて、プロなって、世界大会行けず、で、プロ1年、2年目で、まあ言ったら、まあ、WCG、まあ、世界大会ですけど、まあ、プチみたいなね、プチ世界大会行けて、本物、大きなね、もう、僕らが目指してる世界大会に行けなくて、という感じで、ね、ちょっと今こう、上がってきてるんでね、もう来年こそはね、世界大会まず出場、したいなと、思います。というところで、まあ、今日はね、こんな感じで終わりにしたいなと思います。また明日からね、デッキ紹介だったり、まあ、いろいろね、動画出したいと思うので、ぜひね、そちらの方も、見てみてください。というわけで、今日ね、もうこの後ね、韓国帰るんですよ、僕ら。日本にも帰るんで、あ、またね、ちょっと、ね、もう僕ら的には幸せですね。今もう最高ですね。早く日本に帰りたいっていう気分で、すごい、いっぱいなんですけども、っていうところで、今日はね、こんな感じで終わりにしたいなと思います。はい。というところで、よければ、まあ、チャンネル登録とね、高評価の方も、よろしくお願いします。これからもね、僕もね、全然たまに、なんか、ダッサい姿、あっさり負けたりするね、姿を見せちゃうかもしれないんですけど、まあ、僕なりにね、精一杯、頑張るんで、よければ、5000円の方、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。